はい、おはようございます。キンキンエグゼクティブジャパンの AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日もですね、いろんなものをキンキンことちょっとにぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあ今日もね、リュウさんですね、これ僕のことをですね、キンキンエグゼクティブジャパンと呼んでくれてるんでね、これはですね、どこかの大会社の役員みたいだなと思ったんですけども、いや本当にね、もうリュウさん毎日ね、ありがとうございますからのコメント紹介ですね。毎日登場してますね。狐山キツネさんからのコメントと、電車と折り紙とさんとリュウさんですね。一番上のコメントで、僕は梅味のウィルキンソンの存在知りまして、調べたらね、全然飲んだことないやつがいっぱいあったんで、今全部飲んでってます。で、下のお二人からはですね、やっぱウィルキンソンってね、強炭酸水一番最強だとか、ウィルキンソンがキンキン界の皇帝とかね、やっぱ言ってるんで、僕もですね、まあ、同じぐらいウィルキンソンのことをですね、リスペクトしてるんですけども、今日はラムリンさんからのコメントで、ラムリンさんの中での一番はウィルキンソンレモンにカルピスを混ぜて飲むのが最高に美味しいそうで、これをね、ぜひ試してくださいってリクエストもらってます。ありがとうございます。さあ買ってきました、こちらですね、ウィルキンソン炭酸レモンとカルピスですね。これはですね、糖質カロリーがオフになってないやつですね。まあ美味しそうですよね、やばいな。じゃあこのね、レモンの炭酸でカルピス作って飲んでみたいと思います。さあ今日もキンキンに凍ったジョッキ登場です。キンキンに凍ってますね、本当にもう最高、テンション上がります、最高、かっこいい。さあ飲んでいきましょう。まずはですね、カルピス開けますか、これ新品なんで、おりゃこいつから入れますか、どれぐらいかな、普通に作ってみましょう、これぐらいじゃないですかね。で炭酸、ああ混ぜるやつもいるかな、混ぜよったな今日は。炭酸入れまして、あんまシュワシュワしないな、やっぱカルピスすごいな。で混ぜましょう、こんな感じでいいでしょう。で匂いが、匂いカルピス、レモン全然匂わないわ、やっぱこいつ強いな。さあじゃあ飲んでみたいと思います、ウィルキンソンのレモンで割ったカルピスですね、いただきます、乾杯。あーいった、炭酸きつ、あうわレモン感じない、完璧カルピスソーダ、うわ強っ。はい、お疲れ様でした、ガム飲みしてやりました。これ初めてやって飲んだんですけど、とにかく炭酸がきついっすね、冷たいんすよ、めっちゃ刺激くるんすよ。でうまいと、匂いも味もね、こいつなんすよカルピス、こいつ強いな。前にコーラと割って飲んだことがあるんですけど、それもコーラもぶっ飛ばして色も変えやがったし、もう匂いも味もねこいつだったんですよね。このカルピスの免疫強いな、本当にね、もう絶対王者って感じですね。あとね、レモンどこ行ったって感じなんですよ、研ぎ澄ませばですね、探せば若干感じるかな、ちょっと微妙なんですけど、刺激の強さうまさ、これ間違いないんで、もしね飲んでみたくなった気になった方いらっしゃれば、ぜひね試してみてください。さあ次回予告ですね、これねウィルキンソンシリーズ全部で15日連続配信するんですが、明日が14日目ですね。これもね、もう前々からしたかったんですけど、ペットボトル直飲みでタイムアタックみたいな感じですね。まあ、リクエストじゃないんですけども、コメントもらってまして、まあ僕が勝負してみたい、挑みたいタイムがあるんで、そこに挑戦してみようかなと思ってます。普段ね直飲みしないんで、ちょっとね飲み慣れてないんですけども、まあ思いっきりぶっ決めていこうと思ってるんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました、またお会いしましょう、バイバイ。カルピスが強い。